ありがとうございました。続きまして、桜高知中央高等学校の皆さんです。準備の間、簡単にチーム PR をご紹介します。踊り子がすべて振り付けを考え、高校生らしい明るさ、きらめきを表現しています。楽器も取り入れ、元気に楽しく踊りますというコメントをいただいております。準備も整ったようです。それでは、さくら高知中央高等学校の皆さんです。どうぞ。文化会館ステージにお集まりの皆さん、こんにちは。こんにちは。全国で唯一高校生だけのチーム、高知中央高校です。今年は振り付けから衣装まで生徒で考えさせていただきました。高校生の今しか出せないきらめきを全力で出していきます。高知中央高校さくら、きらめいちゅうきれ構え。